皆さんこんにちは、川田です。トリビア .io をやっていきましょう。さあ、これは某丸バツクイズを彷彿とさせますね。人体にはいくつの骨がありますか？長押しして答えにベットする。これ下見えないんですけど適当に上を押しちゃっていいんですか？複数の答えにベットできます。両方やることも可能なんだ。生き残るとお金をもらえます。自分で分けてベットできちゃうんだ。チュートリアル完了。なるほどね。あ、ログインボーナスまでアバターが変えられるっぽいね。じゃあとりあえず開始。マクドナルドの M は何色ですか？黄色だよな。じゃあ全振りで。パーフェクト。やったね。自信がなかったら分けてやればいいと。このロゴはどのアプリのロゴですか？Facebook ではない。下2つ知らないんだけど、なんだこれ。じゃあ、悩ましいから、この下2つに振っておく？なるほど。スナップチャットってやつなんだ。スーパーチャットなら知ってるけど、壁や建物を登ることができるのはどのスーパーヒーローですか？スパイダーマン。ヒーローだからかな。ハルクとかも頑張ればね、登れそうだけど、バットマンだっていけそうだけども、まあ、意味合い的にスパイダーマンのことかな。このロゴはナイキ。やったね。ナイキもなんかさ、カタカナでナイキっていうさ、あのグッチみたいな変なグッズ出してなかったっけ？ハリーポッターの宿敵は、名前を出しちゃいけない。ダンブルドア。それ先生や。ボルデモート。二つ目ぐらいまでしか見てないんだよな。ハリーポッター。広告を見ると、ブーストというかボーナスがより多くもらえてと。アバターかなんかもらえるのかな。アップグレードしてもっとゲット。ほっともっと。文字数値放置報酬。おそらくこのね、置く人数が増やせるだね。でコインはもらえる報酬が増える。で放置はあのアプリを閉じてる間にもらえる増えるコインの数だと思う。でもこれは一番上の人を増やした方が有利だろうね。ホーム、ビップ、クエスト、いろいろあるけども、とりあえずこれで進めますか。開始。この記念碑はどこの国にありますか？これ、あ、ちょっと、もう一回押すとズーム。これは万里の長城ですかね。中国。エメラルドは何色ですか？青緑って言えばいいのかな、この場合は。緑なんだすいません。問題はもちろん変わるよね。タイタニックでジャックを演じたのは誰ですか？レオナルド・ディカプリオ。懐かしいよな。もはや何年前？20年ぐらい前なのかな。この料理はもともとどこの国のものですか？ピッツァ？ピザでなくピッツァの方であればイタリアだけども、ものが、確か違うんだよね。こういうね、雑学、トリビア、タイトルにもトリビアとありますしね。フィオナ姫はどの映画の登場人物ですか？フィオナ姫。なんだろう。アナ、どれもね、見たことないんだよ、ちゃんと。アナはなんか、エルサとかっていう名前の人がいるよね。シュレックか、ムーランか、まあ、不安だったら、トイ・ストーリーではない気がする。だってトイストーリーはあのヒロインはウッディでしょ違うかな。なるほど、シュレックがフィオナ姫。これはどこの国の国旗ですか？あーん、どこだろうかな。なんか見覚えあんだけどな。はい、うちの国ですアメリカ合衆国の首都はどこですか？ワシントン DC ですね。この下のなんかロットとかあるけど、これは何に使うんだろう。ヒントとか出してくれるのかな。ドゥルルルル、 40% 溜まった。ボーナスレベル。パンダは何を食べますか？俺たちの肉。違いますあ、ち、え、竹、まあいいのか。笹、これはまた違う。ジュエルが手に入るのか。
困ったな。こういうチェストルームさ、3回開けるじゃん。で、広告を見るとまた3回引けてっていうね。うん、2回広告見れば9マス全部引けて、まあほぼ確定でね、もらえるようなもんな、そういうボーナスステージなんですけども、広告が見られねえっていう、どういうことだよこういうの意味わかんないですね。ショップ、アバターを変えるってことですね。うん、ランダムアンロックもあるね。このロゴはどのアプリのロゴですか。ん？クラロアではない。パンドラってなんか動画サイトとかそういうんだっけ。 Google Wi-Fi？ Wi-Fi のマークっぽく見えるけども、ちょっと間違ってた、ごめんね。ちょっと分けとこう。あー、スポティごめん、わからんわ。缶に入っているのはプリングルス。あれは缶って言っていいの？まあ、紙の缶というのか。うん。こういう、おっとっと。日本のお菓子とかも入ってるの嬉しいね。おっとっと、最近見かけないよね。このキャラクターの名前は何ですか？デデンネですかね。トトロかもしれないけどもね。いや、ちょっと難しい問題だってばよ。どちらの惑星に、ん？どちらの惑星に最も高い山が存在していますか？火星のことはちょっとわかんないな。チョモランマよりでかいのがあるのかな。あー、面積的な問題かな。向こうの方がやっぱでかいのはあるか。お寿司はどこの国の食べ物ですか。日本なのかもしれないけども、今世界中で食べられてるからなちょっと独占するのは良くないかもしれんが、モナリザを描いたのは誰ですか。俺か俺以外の誰かではあるんだけどね。おそらくまあダヴィンチちゃんでしょう。イーリアスでギリシャ君が包囲したのは誰でしょう。どっちも聞き覚えのある単語だけども、でこれ下のやつがおそらくヒントのやつなのかな。ん？あ、これは問題を変えるボタンなのか変わっちゃった。次のうち公立図書館で最も盗難被害が多い本はどれでしょう。へえ。英語辞典とかかな。どれだろう。なんか高いから捉えちゃうとか。いや、ここも全振りしちゃえ。あー、ギネスの本だったか。潮の満ち引きは何が原因で起こるのでしょうか。月のあれじゃなかったっけ。 OK。 この記念碑は、これはインドのだっけかな。よしよし、いいね。ピーター・パーカーはどのヒーローの本名ですか。スパイダー。 PS4 のスパイダーマンのゲームやったからな。それは覚えてる。おきつさんが声優やってた気がする。次のうちどれが脱水症状のサインでしょうか。喉の渇きじゃないですか。もう渇いたって思ってる感じた時にはすでにもう脱水症状入ってるっていうしね。下の袋とメガネは何だろうね。ヒントボタン。消化によって分泌される電気典型的な物質で幸福感を与えるものは何でしょうか。消化によって、なんか、ね、筋トレとかするとね、セロトニンが生成されみたいな話は聞くけど、他なんだろうね。メラトニンってなんか名前からしてなんか黒いあれかな、ね、メラニンとかなんかそっち系に近いような。グレニン、アルステロン、ちょっと見てみようかな。このメガネのやつはなんだ、使うと。この緑のこれではないよっていう話か。もう一回使うとまた見れるのかな。これ何の意味があったんだ、袋は。ちなみにもう一回使うと、ああなるほど。でも幸福感だから、でもここまでやっといてミスったら怖いなセロトニンであったのかもはや完全に答えを見つけに来たっていう。アイテムを使いすぎですね。
これは良くない。でもさ、上のやつ、うん、ノーミスでクリアまで行くとどうなるか見たかったんだ。もう一回クリアすれば、うん、箱が開けられそうですね。どの惑星がの重力が最も強いでしょうか。これは木星ですね。二進コードで使用されているのはどの数字でしょうか。0と1。アリエルはどのディズニー映画の主人公でしょうか。リトルマーメイド。アンダーザシー。歌が文字ちっちゃい疑わしい活動を隠すことのできるインターネットブラウザウィンドウはどのタイプのものでしょうか。疑わしい活動を隠す。名前から隠すだからやっぱヒドゥンなんですかね。シークレット、あー違うんだ。うわーそんなザ・シンプソンズは何シーズン続いてるでしょうか。そんな続いてんの、すげえな。もうこれは勘です。食べ物のエネルギーはどういう形で表現されているでしょうか。エネルギー、カロリーですね。キロカロリー。ジャングルブックに出てくる蛇の名前は何でしょうか。わからん。ちょっと割り振るか適当に。まあ、こうやって生き残ることが大事ですからね。チョコレートとヘーゼルナッツを使っているパンに塗るものは何でしょうか。ん？使っているパンに塗るもの、よくわかりませんジャングルブックに出てくるクマの名前はわからん、わからん無理やり生き残った。お、100いったね。6解除。あー、これ広告見ないと開かないんだ。なんで広告見られないの何の嫌がらせですかこのゲーム。彼のバンドの名前、これはクイーンですよ。フレディですよね。これビッグベンはどこにあるんでしょう。どんどん。フレンズは何シーズン続いたでしょうか。勘でどっちか当てたいけども、ここは分けていくか。全く分かんないです。あれ？あ、動いた。10シーズン。このロゴはどの車の？車ね、分かんないんですよ。上のどっちかかな？テスラでした。ジョージ・ワシントンはアメリカの初の大統領ですよ。大さじ1杯は小さじ何杯分でしょうか。3かな。パーフェクト取るとこういうメラ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 っていう感じのねチェックになるけども、キーウイはどこに生息してますか。全く分かんない。フィンランドかな。ちょっと分けて、あー違った、ニュージーランド。次のうちどれがスーパーマンの本名ですか。わかんない。さようなら。地球にとって植物は必要ですか。不思議なことを言うね。人類は必要ですかってなるとちょっといろいろ考えさせられる質問だけども、これはどこですか。中国。まだ優しい。1912年、発航海中に沈没した有名な遠洋定期船はタイタニック号。まあ、知名度的にね。次のうちどれが原色ですか。赤。
パーフェクトいきたいね。水分補給に最適な飲み物はどれですか。ああ、これだと水になるのか。うん。ちょっと疑っちゃったけども、そうだよな。よし。これね、追加報酬もらいたくて、3倍にしたくてこっちを押すんだけども、なんでだ？このアプリなんか、何か切ってるのか？広告との。いや、そう、バナー広告とかは出てるけど、最も少ない数の花を持つ大陸？南極大陸ってことか？よしよし。アラジンで登場するラジャーは誰のペットですか？ジャスミン。この有名な歌詞はいつ生まれましたか？わかんねえけど、モノクロ写真だったら、うん、こういうことかな。もしかしたらね、普通にある写真をモノクロにしただけっていうきっかけもあるかもしれんけど、ルーブル美術館はパリ。スーパーマンはどこで生まれましたか。もうわかんないので、これは。両方で入ります。クリプトン星。さあ次で10問目というか10ステージ目。ボーナスレベル。フランスパンはどこの国の食べ物ですか。どこのフランスだろう。もっとヒントのやつ使っちゃえばいいんだけどね。つい使うのもったいないってよりかは使い忘れる。まあただでさえさ分けられるからさ、別に、うん、使わなくてもってね、なんかつい思い込んじゃうのか。うん、まあステージはたくさんあるんだろうね。うん、オスでもありメスでもあり、ある動物植物のことを雌雄同体。何ステージまであるんだろう。いやでもこれいいね。なんかいろいろ雑学が身についてくるから。貨幣収集家が集めているものは、こうか。でいいんじゃないですか。変な誤訳がなくて、とりあえず助かってる。それで、ん？何のこと言ってんの？みたいな問題があったらきついけども。コーラ一缶に入っている砂糖の量は、それは一缶っていうのは何ミリリットルの話だいっていう。まあでも、コーラめちゃめちゃ砂糖入ってるから、一番多いこれにしとこう。違うの？それはずるいと思うんだ。それは分かりづらいでしょう。まあ今みたいなのもね、ヒントを使ってもよかったんだろうけども、ちょっと思い込みのせいで、うっかりやらかしてしまったけども。まあこうやってね、アバター変えたりもできるけども、これワンワンがさ、沈んじゃうじゃん、これだと。かわいそう。うん。まあとりあえずね、何ステージまであるか分かんないから、こんな感じで一旦終わりにしておきます。いやー面白い。うん。なんかちょっとクイズに強くなれそうな感じはするね。なんか雰囲気的にね、アメリカとかちょっと偏りはあるけども、面白いゲームでした。トリビア.io。ご視聴ありがとうございました。